大都市寺山公園から見た仙台大観音の円形大観密寺は宮城県仙台市泉区にある寺院である。当時で最も目立つ建造物である高さ100メートルの仙台大観音が当時の通称にもなっている。大観密寺は新温州地山派に属す密教寺院で総本山は京都東山の地釈院である。仙台市都心部から見て 西北の標高180メートル程度の造成地にあり、境内に高さ100メートルの体観音像が立っている。この大観音の正式名称は、仙台天都白衣大観音であるが、当時は、仙台大観音の通称を用い、それが寺の通称にまでなってしまっている。なお公式サイトの URL は daikanon.com である。双葉総合開発を書とする。 双葉グループが1964年から中山と名のつく大規模住宅地やレジャー施設等を開発したが同グループを率いた実業家菅原一万が事業が成功したのは日頃進行していた観音様のおかげであるとして大観温像混流を発願し同社の造成地の一部に着工を始めた1991年9月1日に楽景法要及び 大観音像の海岸法要が盛大に営まれ、隣接地には同日、ニューワールドホテルも開業した。なお、ホテル正面にある交差点の名称は、仙台内、観音。最寄りのバス停も、仙台内、観音前となっている。創建当初は、物珍しさもあり、全国からバスを連ねての観光、諸外国からの参拝者も数多く集まり連日、賑わいを見せていたが、 現在の境内地は静寂な佇まいを見せ、創建寺とは違う信仰の拠り所として、観音無縁日などは、本堂で行われるごま祈祷会に参拝者が多く見られる。正式名称を仙台天都博異大観音とする大観密寺の境内中央に立つ大観音像。外装には白色フッ素樹脂塗装を施している。身の丈92メートル。 台座を含めると、地上100メートルであるが、100という数字は1989年4月1日に、政令指定都市に移行した仙台市が、同時に、市政100周年を迎えたことにちなんでいる。また、21世紀の繁栄を願って、地下方向にも21メートルの深さにまで掘られている。白白は、直径が74センチメートル。手に持った、尿意帽子は、直径が3メートル。 重さが34トン、水亀は直径が2メートル、長さが8メートルで67トンの水が入るとされる。約7キロメートル離れた仙台駅の方角に正面を向けており、仙台市中心部でも高層ビルから姿を見ることができる。台座にある体内への入り口は竜の口を模しており、正面からは観音が竜に乗っているように見える。体内は12層に分かれており、 60メートルに及ぶ吹き抜けになっている。12層には大観音の腹足と背側に展望窓が設置されていて、各お々のおの都心部側と泉が竹川を望むことができる。また、両肩付近に航空障害等が設置されており、その部分にも窓がある。内部の各層には33観音、12新章、108体仏などが収められ、直接内排ができる。 なお内部にエレベーターが設置されているため直接12層へ登ることができる。内部の配管は入り口で守護札量500円を収める。なお、この大観音により地上アナログテレビ放送における電波障害が発生したためその対策としてニューワールド中山中継局が設置されていたが地上アナログテレビ放送の終了に伴って廃止された。詳細は ニューワールド、中山中継局を参照新言州地山派体観密寺の境内地内には大黒堂が立つ。ここに祀られている大黒天は油をかけて拝む珍しい参拝法で知られ、仙台市内外から参拝者が多い。この油を注ぐ参拝法はもともと神言密教の造益法の一つよく油法に由来するものだと考えられている。 京都にも油がかり地蔵という地蔵菩薩が祀られているが、内容は同一と思われる。この油がかり大黒天は大観音混流以前から鎮座していたようで、現在の位置より少し北に位置していたという、仙台大観音に関するカテゴリー。ありがとうございます。